ちは、桜井真紀咲です。なんと今回はですね、この方とコラボしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人の奥野と申します。よろしくお願いします。お願いします。奥野さん、いつも靴磨き専門のチャンネルを上げてあるということで。そうなんですよ、はい、私はね、そのチャンネルを見てピンときたんです。見ていただいてるんですか？見てるんです。ありがとうございます。ストーカーのようにちょっと見てるんです。はい、私もなんかいろんなプラモデルとかを趣味で作ったりするんですけど、靴でなんかできないかなと思った時に、エヴァンゲリオンで、エヴァ仕様の靴っていうのが実際売られてたりするんですね。ああ、なるほどなるほど、はい、でそれを自分で作れないかなと。あ、なるほど、はい、そういうことですね。そうなんです、で今回はですね、こういうじゃん、私が実際アスカのコスプレをするときに履いてる白い靴を持ってきました。あ、これ実際履かれてるやつ。そうなんです、なので、これにですね、色付けして、正気仕様にしたいと思います。いいですね。できますかね。ちょっと、自分も正直なところ、やったことないんですけれども、まあ、ただ、ちょっと調べてみたら、なんかできそうだったんで。あ、そうですか。はい、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。初対面で無茶振りさせていただきました。とんでもない、とんでもない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずどうしたらいいですかね。はい、ということでまず、塗り方なんですけれども、塗るのにはですね、こういったアクリル絵の具を使うんですね。おー、で、この、そうなんです、これ絵の具なんですけれども、このアクリル絵の具って乾くと水に対する耐性ができるみたいで、そうなんですよ、洗っても、インクが落ちづらくなるんですよね。あ、じゃあそれは完成した状態で外を歩けるということですか？歩けますし、もし汚れたら洗っていただいても、なかなか落ちない。すごい。そういうものになってまして、でここにさらにアクリル絵の具の中にこの布に描くとき用のこのメディウムっていうのがあるんですけども、これを入れるとさらにその洗濯とかにも強くなるみたいなので、でこのアクリル絵の具とこのメディウムを1対1で入れて、靴に色が定着しやすい塗料を作ってあげて上に。なるほど、まあ、そういう流れになる。絶対できそうですね。できそうですよね。はい、はい、ちょっと自分も調べてみたらできそうだなと思って。なるほど、はい、じゃあ早速、ね、はい、お願いします。やっていきましょう。はい、はい、でまずは紫を作っていくんで、青と赤を、同じぐらいの色を入れてちょっと様子見てみましょう。はい、ちょっとこれを、結構量使いますもんね。そうですね、全体ですもんね。今回初号機なんで、イメージ全体的には紫でいきたいなと思ってます。なるほどなるほど、わかりました。結構紫をいっぱい作っておきましょうね。ちょっと初号機か2号機か迷ったんですけど。あー、なるほどなるほど。今回は初回ということで、わかりやすく初号機にしたいと思います。なるほど、第2弾も。そうですね、第2弾あるとしたら2号機で。なるほど、赤と黄色でいきたいなと。はいはいはい、はい、先ほどのメディウムってもの、はい、絵の具と同じぐらいの量を入れてあげて塗ってあげるみたいな。でこれちょっと布についちゃうとあんま取れないっぽいんで、洋服とかにつかないようにそこだけ注意しておいてください。あ、めっちゃいい感じ。なのでいいですかね。はい、で片足ずつ塗っていきましょう。はい、ありがとうございます。紐外しますか？そうですね、外した方がいいかもしれないですね。これムラなくできんのかな。そうですね、どうなんですかね。おー、めちゃくちゃしっかりつきますね。そうですね、結構しっかりつきますね。これ希望が見えてきましたね。これ、いい感じか。いけそうですね、いい感じでいけそうですね。はあ、私の動画ゆるいんで、はい、雑談してもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。ご趣味は？趣味は靴磨きです。あ、はい、ですよね。靴磨きと、あと最近あまり行けてないんですけれども、はい、アイドルがすごい好きで。お、そうなんですよ。誰ですか？アイドルは地下アイドルで、全然わからないと思うんですけど。お、地下アイドル。そうなんですよ、フェスティブルっていう、フェスティブルってお祭り系アイドルがいるんですけど、はい、はい、そのアイドルがすごい好きで。お祭り系。そうなんですよ。で一時期は、1年間に100万円ぐらい使ったりとかして。ガチじゃないですか。結構ガッツリやってましたね。へえ、意外な。はい、
か見た目がすごい真面目サラリーマンの見た目だからはぁ、そうなんですよ。で、それいつから好きなんですか？社会人になって、はい、ちょっとしてからね、23ぐらいの時なんで、だいたい今から何年前だ、5年前ぐらいですね。はぁ、今28歳なんですね。28です、はい。芸人さんになる前は社会人やったんですか？そうです、そうです。サラリーマン普通にやってました。はぁ、はい、何のお仕事？ソフトバンクっていう会社で、携帯電話の、営業をしてました。ちゃんとした仕事ちゃんとした仕事についてました、意外と。なぜ芸人さんに？ずっとお笑い芸人になるのが夢で、はあ、小学校からの夢 で、はい、でそれで社会人やりながらもピンで舞台立ってたりしたんですよ。あ、そうだ、それで一度こっちの世界に飛び込んでみたいなと思って、はあ、NSC の門を叩いたみたいな感じですね。勇気いりませんでした？あ、そうですね、まあ、ただなんか正直会社が結構きつかったっていうのもあって、あ、会社辞めたいっていうのと芸人やりたいっていうのがもう2つ重なって、もうとりあえず会社辞めようと思って。そうなんですよ。でも収入的にはそりゃソフトバンク行った時の方が、いや、そうですね、全然ありましたね。だって中企業ですもんね。はい、それは大丈夫なんですか？もう大丈夫です。なぜかというと、はい、たくさん稼いだお金を全部アイドルにあげたからです。あじゃん、ここまで綺麗に塗れました。ではお次は、はい、黄色ですかね。はい、黄色です。はい、ここに塗っていきます。はい、ここまでできました。いや、かなりいい感じですね。いい感じ、いい感じですね。はい、ではここも黄色に塗っていきます。はい、はい、ここまでできました。しました。次は黄緑ですね。はい、いよいよこのラインのところですね。はい、はい、じゃ黄緑は黄色と青で作れるんで、はい、で、蛍光っぽい黄緑なんでちょっと黄色を多めに入れていきます。はい、黄緑を側面とこのラインに入れます。はい、できました。できました。じゃーん。いや、これすごいですね。すごーい、めっちゃ初号機ですね。完全に初号機仕様になりましたね。もうこれ売っててもおかしくないですね。本当ですよね。かっこいいですね。ちょっと履いてみていいですか？あ、いいです、どうぞ。じゃん、できました。めっちゃかっこいい。これでだってマッチ歩いてても全然違和感ないですよね。おめでとう。はい、はい、ということで見事できました。できました。ありがとうございました。いや、すごい仕上がりですね。いや、すごい、思ったよりね、レベル高いのができました。はいはいはい、はい、まあ言うても今ですね、夜中の2時ということで3時間ほどかかりましたね。3時間かかりましたね。はい、ちょびっと皆さん時間かかるんですけども。そうなんですよ。このアクリル絵の具とメディウムさえあれば、はい、あなたのスニーカーも初号機に早変わりということで、はい、皆さんぜひ試してください。はい、他のね、靴を磨くという動画が奥野さんのチャンネルに上がって、私も一緒にやらせてもらってますので、はい、チャンネルは概要欄にリンク入れておきますので、ぜひそちらを見てください。お願いします。というわけで、はい、皆さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、また、はい、ぜひ次は2号機もお願いします。
願いします。そうですね、ぜひ、はい、また3時間かけてやりましょう。はい、頑張りました。さよなら。